皆さんはシェイクスピアでお好きな作品、思い出の作品などありますかということなんですけどね。あるんですよ。これはね、今、あの、歌舞伎の小六さんのお父様でね、うん、達之助さん、うん、って方がいらしてね、もう、随分大昔ですけどね、三四十年前ですね、池袋にありますね、サンシャイン劇場というところでね、あの、シェイクスピアのね、 傑作の一つで、リチャード三世という非常に残酷なね、あの、王様がいましてね。で、それの物語を得たんですね。で、その中でね、そのリチャード三世のために夫を殺されて、そして精神状態がおかしくなったマーガレットという王妃がいてね、そこにいる居並ぶ貴族たちやリチャード三世全員にね、呪いをかけまくるんですよね。 で、全部が呪い通りになっていくんですけどもね。で、その役を私はやったんですよ。その時にね、その辰之助さんがね、小野松小六さんの息子さんなんでね。で、あの、先々代のね、中村勘三郎さんとかね、そのお父様の小六さんなんかが見えて、人間国宝でいらっしゃるのにね、いきなりね、私の楽屋へ見えて、そして、 あなたのおかげで息子も男になりました。ありがとうございました。土間のところにね、まあわざわざ両膝ついて、両手をついてね、頭を下げられて、もうこっちは申し訳なくて身がつくも思いしましたよね。あ立派な方だなと思いましたね。で、そして勘三郎さんではね、あたりになって、あきちゃん、あんたのあれはすごかったね。こう指先はこうでこうで、こう指先からね、 もう振り向き方からなんか全部そっくり覚えてらっしゃるの。びっくりしましたね。あ,あ玉三郎さんがね、まだ若くてね。で、そして、初対面だったんですけど、あの、紹介者なしでいきなりまた、区画学園に訪ねてらっしゃる。それが初対面だったんですよ。そして、あの、紹介者なしでごめんなさいって言っていらして。そして、まあ、いろいろ褒めてくだしてるあなたもね、 カブラギキオカタのね、絵から抜き出したみたいでね。で本当で、にいろんな、まあ、上村昌園の絵や何かからね、ヒントを得て、着るものや何かも全部研究してらっしゃるしね。まあ、とにかく、まあ、まよく勉強なすって、と、綺麗ですもんした。私にはそれしかありませんから、なんて、謙虚な方だなと思ったんですよね。ねえ、今にあなたはね、このカフィ会、正で助かったね、おなりですよって言ってたら、 本当にそうなられたでしょまあ、それでシェイクスピアが取り持つ縁じゃないけれど、不思議ですよね。そういう思い出があります。